さあ今日の動画はですね、 YZF-R25 そして R3 の一部がですね、まあカラーチェンジのですね発表になりましたね、ということでですね、そんなところをですね皆さんと一緒に考察していこうというですねコーナーでございます。どんな感じなんでしょうかということでですね、まあ R25、R3 に関してはですね、いろいろあるんですけど、まず R25 はカラーチェンジが発表になりました。現段階です。撮影の段階。2022年4月23日の段階で、まあちなみに22日に発表になってるんですけど、カラーチェンジで、ニューカラーで、3色ですね、発表されているという形になってます。そして R3 に関しては、限定車ですね。限定車のWGP60 周年アニバーサリーモデル限定240台のみが、まあ、発表になってますということでですね、まあ、そこのところですねを今日は、撫でていこうかなというふうに思っております。早速行ってみましょう。まずは R25 からいきましょうか。まあ、一応ですね、どこが変わったのかというと、まずは色ですね。色はこの後ご説明はしていくんですけども、それ以外にですね、まあ、ウィンカーが変わりましたね。LED 化されてきてたりとか、あと、排ガス規制対応ですね。そういうところは変わってきたんですけど、噂にあったような大きなモデルチェンジのようなものはないと。今回はマイナーチェンジ的な感じになってます。そして、オプション設定にはなりますが、クイックシフターへの対応がですね、まあ、されていると。ちょっといろいろ変わってると思いますよ。中身的な部分でもね。なんですけど、まあ、今回はですね、色のお話なんでそこは割愛するんですけども、オプションでアップのみ。のクイックシフトをですね、まあ取り付けることができるというのがですね、一つのポイントです。これね、多分2022年モデルだけですよ。前の年式のモデルは、このパーツは付けられないと思いますけども、一応そういう形で、出てきてるという感じですね。さあ、早速ですね、カラーの方を見ていきましょう。まずはですね、はい、ヤマハの宣伝カラー、ディープパープリッシュブルーメタリック C、ブルー。について、触れていきたいと思うんですけども、このブルーはですね、まあディープパープリッシュブルーメタリック C は一番皆さんがイメージするヤマハの青でございます。ヤマハの青なんですが、実は2021年度モデルに関しては、ブルーに対して、グレーの艶消し、マットですね。マットのライトグレーみたいな色、明るい色ですね。明るいグレーをフロントフェンダーだったりとか、テールカウルの一部だったりとか、効果的に配すことによって結構その新しさの演出をしていたというですね、色の配色になってました。ところがですね、今回は逆に、紺色、マットの濃いブルーっていうんですかね。これ実はね、なんか、MTK もそうなんですけど、結構去年までは、その灰色、グレーですね。明るいグレーを、マットのね、マットの明るいグレーを、あっちこっちあっちこっち、こう、ふんだんに MT もそうだし、YZF もそうなんですけど、使うことをやっていたんですが、一気にですね、そこの色をやめてですね、今回はマットのダークブルーにまとめてきてると。これによってですね、まあ、車体の方がぐっと締まった、デザインになってきてます。やはり膨張色系の色だったものをですね、こういうちょっとクールな、色に変えてきてるので、それで、より精悍に見えるという形でですね、モデルチェンジしてきてますね。この手のやつってカラーチェンジって、まあもちろん好みってありますよ。ここがいい、あそこがいいとか、これが嫌だとかって好みはあると思うんですけど、その年その年で変わっていく部分があるじゃないですか。こういうところ。で、これって、その年単体では見てないですね、これ。感覚としては。かつ、要はこの年はこれでいこう。で、次の年はこれでいこう。じゃなくて、多分3年分ぐらい決めてんじゃないっていうふうに見てて思いました。かつ、やっぱり、トレンドを作ろうとしているというところはですね、すごく、感じますね。まあ当然それはそうだと思います。よそがやってることを真似してですね、今流行ってるからこういうのを作りましたっていうのではなくて、あくまで自分たちが何か流行を作ろうとしてるなというふうにですね、ちょっと感じてしまうような、ラインナップというか色の使い方ですね。グレーの彩りでですね、しばらく統一していくのかと思ったらですね、急に今度は濃い色にしてきていって、これが真反対に振ってるっていうのは絶対にわざとだと思うんですよね。要は、新しさを感じさせること、ニューモデルだよ、新型が欲しいよってなることをですね、やっぱり感じさせることを基本は命題としてるはずなんで、色しか変わってないのかよって言われたくはないわけですよ、当然ですけど。まあ見えないところはいっぱいいろいろ変わってると思いますけどね。で、そういった意味ではですね、ガラッとイメージが変わりつつも、ちゃんとそのバイクの持つイメージだけは踏襲していくという中でですね、わざとですね、膨張色出してきたと思ったら、こういう色を出してくることによって、メリハリをつけて、新しさを演出しているというのがですね、まあ正直革新的かなと思いました。それをですね、このブルーでやってくる感じが、最近のちょっと冒険
的な部分なのかなという気がしました。昔はブルーといったら全部ブルーだったので、そこに白い色がこうグラフィックで入ってて、次の年になるとそのグラフィックの模様がなんかちょっと変わるとかね、そういう感じだったところがですね、今はですねこういうふうに2色、これ2色ですよ。青いバイクって言われてしまえばそれまでなんですけど、色味が全然違うブルーなので2色のボディカラーというふうに解釈していただくことができるんじゃないかなと思うんですけど、そういったところはですね、まあある意味ずるいなとは思いますけど、そういうところでですね、まあトレンドを作ろうとしてるのかなっていうのと、ただ世界観を、コロコロ変えてるようにも若干感じますけどね。はい。というところで、まあディープパープリッシュブルーメタリック C アンテナブルーですね。これはヤマハの、まあ鉄板カラーということでですね、イメージカラーとなっております。さあ続いてはですね、ブラックメタリック12という色で出てきてます。これはですね、ほとんどグラフィックというか、むしろ R25 って書いてあるステッカーだけなんじゃないっていう感じでですね、あんまりニューカラーという感じではないですね。黒に関しては、より保守的なんではないかなと思います。例えば、アンダーカウルとかサイドカウルはこれマットのブラックを使ってるんだと思うんですけど、ちょっとね、画像だけなんであれなんですけど、多分そうだと思うんですけど、黒って R25 の一番初期の方で、ツヤありの黒、今と同じですよ、だから、ツヤありの黒を出してたんですよ。その後にマットが流行ってきたからっつって黒のツヤありをやめてマットのブラックで出してきてたんですよ、しばらく。でそしたらツヤ黒ないんですかってすごい言われたんですね。多分うちだけじゃないと思います。そして、数年かけてツヤ黒が復活してるんですよ、これ。で黒って今結構な人気色なんで、昔はメーカーのイメージカラーの色っていうのがやっぱりバイクって売れるものだったんですけど、今はですねそんなことなくて、この黒ってかなり人気がある色なんですね。だから黒に関してはあまり大胆にいじれなかったんだねと。逆に言うとこのサイドとかアンダーカバーを濃い紺色にしてボディカラーは黒とかもありなのかなと思ったりはするんですけども、やっぱりですねそこは外すことを恐れているのか分かりませんけども、これは邪推かもしれませんけども、黒はですね安定の黒ということでですね、まるで SR みたいに黒は黒のままあり続ける感じにしばらくなってしまうのかなというふうにですね、まあ今回は思いました。戻るぐらいですからね、やっぱりすごいそれだけ声があったんでしょうね。はい、と思います。さあそしてですね、最後ビビットオレンジメタリック2という色が出てきてます。まあこれはですねなかなか採用されない色シリーズで、多分1年か2年で消えていくシリーズの色だとは思うんですけども、かなりかっこよくまとまってるなと思います。今のトレンドを抑えてる感じですね。すごくよく見栄えがいいオートバイになってるんじゃないかなと思います。もちろんね、いろんな声があると思いますよ。KTM みたいとかですね。その辺もですね、オレンジイコールっていうのもあるんで、声はあるかもしれませんけども、ちゃんとヤマハらしい感じに、デザインの、まあ、塗り分け方というか、もちろんデカールも含めますけど、含めてですね、そういう感じになってるのかなというふうには思いました。で、この色ね、もちろん現物はまだ見てないですけど、まあお店にはきっと入ってくると思いますけど、かなり間違いなく現物かっこいいんじゃないかなと。そして今までみたいに、メーカーの色にとらわれること自体が、このメーカーはこの色出さないよね。この色はこのメーカーのものだよね、みたいな感じで暗黙の、そういったものって皆さん感じたことはあるんじゃないかなと思うんですけど、そこに縛られないことっていうのがですね、今後のやっぱり、流れとしては必要になってくるのかなと。当然、その、やりやすい部分もあると思います。ね。この色はこのメーカーのですっていうなんとなくのイメージがあると、やりやすい部分もあるとは思います。ただ、やっぱり、そのモデルそのモデルに似合った色だったりとか、その時その時のトレンドに合った色っていうのは必ずあるわけですよ。その時に、やっぱりそういったところに縛られていくのはですね、なかなか今後厳しいっていうのもですね、正直あるんじゃないかと思います。例えばこのメーカーが好きなんだけど色はこれが好きなんだとかね、やっぱそういったものも出てくると思いますんで、そういった中でですね、こういう冒険的な、前回のシアンもそうですよ、シアンなんかもすごい派手な色でしたけど、こういう色取りを1台必ず置いておく、特にこういう鉄板の人気モデルにっていうので、出してきてる感じはですね、すごくいいなと思いました。当然バイクでこの色使っちゃうとやっぱり KTM のイメージ結構強いじゃないですか。実際バイクに詳しくなればなるほどにそういうイメージもあるとは思うんですけども、逆に言うと例えば G-SHOCK みたいなね、ああいうものとかに、ありそうな色ですよね。なのでどちらかというと割とそのバイクをこの色にしましたという感覚よりは、そのホビー感を出してみたりとか、そういったところでもですね、こういう塗り分けは、裾野を広げる、今までバイクにそんなに興味がなかったけどこれはかっこいいよねとかね、そういう形でですね、まあファンを増やすことにも、特にこういうエントリーモデルでは一役買うんではないかというところもですね、やっぱりちょっと考えればそうだろうなと思ってしまう部分もあるんで、そういう意味ではですね、今後はそういう時代がやってくるのかなと。このメーカーはこの色だっていう感じにとらわれない時代ですね。はい。もあるのかなと思いますし、それってなかなかやっぱり面白いことかなと思うんですよね。やっぱね、苦しい
くなると思います。ユーザーさんが減れば減るほどそうですし、あの伝統というものに縛られていくと縛られていくほどそうですし、あの車が特に本当に見ててそう思うんですけど、グリル形状とかにこだわってですね、このメーカーはこういうグリルがついていますっていうのでですね、みんな一時期そのメーカーのブランドイメージを出すためにやってきてたりはしてたんですけど、まあ本当にそれで皆さんご苦労されてるなというふうに見てて思います。はい、どこのメーカーの話かは多分もう皆さんお分かりになっちゃうと思うんですけど、そういった意味ではですね、バイクはより自由な乗り物なので、こういうふうにカラーの方でですね、メーカーカラーにこれからは縛られない時代が来るのかなというのをですね、この YZF とか去年のシアンを見て思いましたというところですね。そして R3 ちょっと見てみるんですけど、 WGP60 周年記念モデルアニバーサリーということでですね、240台限定出てます。多分ね、240台ってこれあっという間ですよね、 R3 だとね、240台しかないんだこれ。はい、というわけでですね、かなりかっこいい色になってます。そして面白いのはスピードブロック、赤のこうラインですね、四角いポンポンポンっていうラインがですね、地面に対して水平基調って結構珍しいです。はい、これだけ地面に対してまっすぐ水平基調に持ってきてるってなかなかないんですよね。まあ今画像を見てるだけなんですけど、だいたいなんか斜め上にシャッて入ってたりとか、あのテールまでつながるようなラインで持ってきてるんですけど、今回サイドのカウルにドカーンとスピードブロックを入れてきて、テールカウルはそのイメージカラーだけ踏襲してるだけで上面に振ってつけてるんですよね。そういうところがですね、もう本当に単に今までの流れよりはですね、同じこういう彩りなんだけど少し変えてきてる。ただフロントフェンダーが赤に塗り分けられてるあたりとかはですね、やっぱりですね、一応そういう伝統的なものを重んじてるのかなというのが、まあ一つのポイントなのかなというのとですね、あとはメーカーホームページのですね、画像を見てるんですけど、面白いですね、ミラーが外してあったりしますね、バイクの方ね。はい、そういったところもですね、要チェックですよというところでですね、60周年アニバーサリーモデル2022年6月15日発表みたいですね。はい、タンク上面にはですね、こういう赤白のストライプが入ってて、そこに、立体エンブレムですね、60周年記念エンブレムがですね、ついてると。こういうのは結構大事ですよね。その気になりますよね。はい。そして、テールカウルもですね、60周年記念アニバーサリーという文字がですね、入った状態、真上から見ないと分かんない感じになってるみたいです。ですけども、なってると。そして、オンサマークのゴールドが怒られてますよ。はい。これもですね、あんまりないですね。そしてホイールがですね、ゴールドに塗り分けられてるんですけど、このゴールドホイールがですね、割とその淡い感じのゴールド、ゴールド感がそんなに強くない感じの淡い感じのゴールドで上品に仕上げられてます。これもですね、なんかかっこいいじゃないですか。はい、キーンって感じよりはですね、ちょっとこういう、色味の方がですね、悪目立ちしないというか、主張しすぎてもしょうがないんで、うまいこと、やっぱ俺のは特別だぜって思わせながらも、ちょっとこう質感が上がってる感じでね、かっこいいかなっていうのと、リアサスペンションのイエロースプリング。これなんか本当になんていうんですかね、カスタムっぽくてかっこいいですよね。はい。サスペンションカスタムすると高いんですもんね。あとはですね、細かいですけど、レバー類がブラックアウト。これは流用したがる方たくさんいそうですけども。というところでですね、全体的に精悍なイメージにまとめながら、かつですね、特別感を出すためにホイールの塗り分けもしてきてるという形でですね、R3 の60周年記念モデルのみがですね、フライングで発表になってると。さあ、R3 のスタンダードはどうなってくるんでしょうか。多分同じ彩りだと思いますけど、今のところ発表になってはいないという形になってます。さあ、そんなわけで今日はですね、色のお話をさせていただいたのとちょっと変わりましたね、バイクがというところをですね、まあ、サカサカサカっとお話しさせていただいたんですけども、R3、R25 はですね、非常に、優れた商品になってますんで、バイク選びで迷ったらですね、これが一番いいぜよって、うちはヤマハのお店なんで言っておきます。実際本当にそうだと思います。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。